今年はドリームホンダから、IA1 に上がって、HRC で走れることになりました。今年は毎戦表彰台に上がって、皆さんに面白い走りができるように、頑張りますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。去年は 250cc に乗ってたんですけど、一昨年は 450cc に乗ってたんで、その頃からのセッティングも、ずっとしてたんで、乗り換えるってからはもうだいぶすぐにマシンになれることができて、で成田さんと一緒にセッティングをずっとテストでしてきて、でだいぶマシンも煮詰まってきて、で開幕までにもまだテストがあるんで、かなりいい状態で開幕戦に臨めると思ってます。であとバイクは、ホンダのバイクはすごい素直に走れるっていうか、思った方向に走れるような感じがあるんで、すごい自分でも乗りやすいと思ってるし、これで戦えれば、勝ってるなっていう自信はあります。間近で見れるのもそうだし、あとはオートバイでジャンプをするっていうのはあんまりみんなも見たことないと思うんで、すごい、新鮮だと思うし、横一列並んで一斉にスタートするっていうのも他にはないと思うんで、やっぱり初めての人が見てもすごい迫力があるレースだと思うんで、ぜひ知らない人も、足を運んで一度見てほしいです。やっぱりチャンピオンの成田さんがいるんですけど、それに負けないように僕も頑張ろうと思って、 IA2 から年齢制限ができて、かなり IA1 は去年少なかったんですけど、すごい人数が増えて、で多分争いもすごく去年よりも激しくなると思うし、で IA2 は IA2 で多分若い子がたくさんいると思うんで、そこも多分 IA1 よりも、もっとやっぱり若い子なんで、すごい激しいレースが見れると思うんで、どっちのレースもすごい面白くなりそうです。僕はそうですね、全勝手の回はい、毎戦表彰台に上がるようにして、落とすレースはなく走って、確実に走って、で勝てるときは勝って、チャンピオンを目指して頑張ります。